はい、皆さんドローン飛ばしますか？どうも軟骨です。大変ご無沙汰しております。3ヶ月ほどですね、動画投稿の方、お休みというかサボっておりました。申し訳ありません。この3ヶ月ですね、いろんなことが、ありまして、ご覧の通りですね、撮影場所が変わっております。今回からですね、こちらの場所で動画の方を撮っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。3ヶ月ぶりにですね、動画撮るってところで、ちょっと喋りがですね、全然うまく回らないので、まあ緩くやっていきたいと思います。喋るテーマとしては、最近買って良かったものですね、っていうか、もう実際に今使ってる機材ですね、それをちょっと紹介して、あと最後にね、このチャンネルの方向性ですね、ドローンの規制厳しくなっちゃったっていうところもあって、まあどういうふうにね、このチャンネルで、楽しい動画作っていこうかなっていうふうに、考えていますので、その辺のちょっと方向性をお話ししていきたいと思います。それでは最後までよろしくお願いします。はい、そんなわけですね、今日は、3ヶ月ぶりに動画を撮ってるってところで、やっていきたいと思います。まず最近買って良かった、FPV ドローンの、機材ですね、これを紹介していきたいと思います。まあやっぱり3ヶ月も経つとね、いろんなものを買ってるんですけれども、中でも良かったものをね、いくつか紹介していきたいと思います。まず FPV ドローンをやる上で一番重要なゴーグルをですね、最近、買い替えました。それがですね、こちら、こちらがオルカっていうメーカーの FPV ゴーグル、オルカ FPV1 パイロットっていうゴーグルですね。で、オルカっていうメーカーは、V1 ゴーグルっていうのが、まあ、ちょっと前に出てまして、で、V2 ゴーグルっていうのがね、最近出たんですね。で、それが、こちらの、こちらが V2 ゴーグルっていうものになります。こちらのゴーグルがですね、非常に使い勝手がいいんですよね。で、僕これを買う前は、ファットシャークの HDO っていうゴーグルを使ってたんですね。HDO、2じゃなくて1の方、ファットシャーク HD を使ってたんですけれども、そこからこれに乗り換えて、何が一番良かったかっていうと、操作性がね、めちゃくちゃ良くなったんですよ。実際この視界に関しては、このゴーグルをかけて見ている時の視界に関しては、正直 HDO から劇的に変わったってわけではないんですね。まあ受信機も、HDO 時代からラピッドファイヤーを使ってましたし、オルカはね、ラピッドファイヤー専用設計になってるので、そのままラピッドファイヤー使ってるんですが、見える画面に関してはそこまで変わりはないんですけれども、操作性がね、とにかく良くなった。まあ HDO がね、極端に悪すぎるっていうところもあるんですけれども、はい、そこがすごい良くて、録画だったりとか、あとはなんか設定の変更だったりとかもすごく丁寧に作られていて、その辺ユーザーのことをよく考えられたゴーグルじゃないかなというふうに思いますので、あと視力悪い人、僕普段こうやってメガネかけたりコンタクトつけたりしてるんですけれども、そういった方に向けてここにね、焦点距離調整の機能ついてるので、裸眼でもね、ある程度の視力だったら調整して、くっきりとした視界を得ることができます。僕実際視力 0.01 ぐらいしかなくて、本当に目悪いんですけれども、調節して見ることができます。はい、おすすめです、このゴーグル。で、次なんですけれども、プロポーですね。プロポーに関してはこれ前から使ってるプロポーで、ラジオマスターの TX16S っていうプロポを使ってるんですけれども、こちらがですね、ジンバルをね、交換することができるんですね。で、この交換ジンバルの AG01 っていうこのジンバル、これがね、めちゃくちゃいいですね。なんといってもね、これ、まぁ、ちょっと動画じゃ伝わんないかもしれないですけど、質感がめちゃくちゃ良くて、まあ、見た目がそもそもかっこいいっていうところと、あとはもう操作のヌルヌル感、ある程度自分で調整はするんですけれども、ほとんど調整しなくても、このヌルヌルとしたジンバルの動き、これがね、めちゃくちゃ良くて、操縦がすごくしやすいので、この AG01 ジンバルね、すごくおすすめです。で、僕使ってるこの TX16X の、MAX っていうモデルなんですけれども、最近これの Mark II が出まして、そちらはですね、この AG01 のジンバルが、標準で、ついてるっていうものもあるので、結構ね、これおすすめなので、まぁ、ちょっと値段はね、高くなってしまうんですけれども、昔これ結構安かったんですけどね、その、半導体不足になる前は。この TX16S 1万円ちょいで買えたんですけれども、今はね、もうだいぶ高くなっちゃって、
AG01 ジンバルつけると5万円近くになってしまうんですけれども、これ買っちゃえばだいたい買い替えることも、まあ、そうそうないと思うので、FPV ドローンやられるって方にも僕が結構おすすめしているプロポになります。はい。で、次ちょっとね長くなっちゃうんで最後にするんですけど、またねこの紹介動画、この買ってよかったもの紹介動画は別で撮りたいと思うので、まあ今日はね少なめでいきたいと思いますけれども、最後の一つがこれですね。まあこれ自作なんで、これ5インチのフリースタイル用のドローンですけれども、最近導入してよかったなっていう風なもので、これ何かっていうと、あのフライトコントローラーにファルコ X っていうあのファームを書き込んだ機体なんですね。フライトコントローラーのファームウェアってベータフライトを使ってる方がまあほとんどだと思いますし、まあ、僕もベータフライトとあとアイナビとか、まあ、その辺ぐらいしか使ったことがなかったんですが、このファルコ X をですね入れてビルドした機体、すごくあのスムーズに飛ぶし、飛ばすのが本当に楽しくなるようなファルコ X のファームを入れたドローン、これがねすごく良かったので、これはもう自作でバンバンやってる人向けにはなるんですけれども、次の動画あたりでファルコ X を含めたこの5インチのビルド動画をですねちょっと出したいなというふうに思っているので、またねぜひ、こちらも見ていただけると嬉しいです。はい、はい、そんな感じですね。最近買って良かったもの、使ってる機材ですねちょっと紹介してみました。まあ、誰の参考になるんだって話なんですけれども、はい。まあ、最近ね、結構いろんなものを買ったりとか、やっぱ、とにかく情報のアップデートが早くて、なかなか動画を作るところまで行かずに、なかなか YouTube の方サボり気味だったんですけれども、このチャンネルの今後の方向性ですね、それをどうしようかなっていうふうに考えたときに、やっぱり、今から、ドローンを始めるっていう方には、もう僕はもう FPV 一択だと思ってるんですよね。その趣味で始めるには、その FPV を始めるための、まあ、ハウトゥーの動画を作ったりだとか、あとはあの 99g、100g 規制に変わったっていうところで 100g 未満のドローンでもこれだけ楽しいことができるよとか、こんな楽しみ方があるとか、まあ、こういったドローンがあるっていう紹介だったりとか、そういったことを今後はこのチャンネルで、まあ、主としてやっていけたらなというふうに思っております。まあもちろん DJI とかそういった、一般的な、まあ空撮機だったりとか、そういった機体に関しても僕使ってはいるので、そちらも紹介してきたらなというふうに思ってるんですけれども、まあそういった感じで、まあ、今後もドローンの魅力だったりとか、そういったことを発信し続けて、まあ、ドローン業界はですね、まあ、どんどん盛り上げていきたいなっていうふうに思っておりますので、はい、ぜひ、今後とも引き続きよろしくお願いします。リアルの方でもこういった活動をしてますので、もし興味があれば僕のツイッターだったりとかインスタグラムとかそういったものを、またフォローしていただけると、まあ、この YouTube では出さないような、まあ、ちょっとくだらないような情報も結構発信してますので、ぜひフォローいただければなと思います。はい、このチャンネルではですね、このようにドローンのことでしたり、いろいろガジェットについての情報を発信しております。なるべくわかりやすく動画まとめて、情報発信してますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。またこの動画参考になりましたら、いいねボタンを押していただくとモチベーション上がりますので、ぜひよろしくお願いします。それではご視聴いただきありがとうございました。さよなら。